プラティプテリギウスは、オフタルモサウルスかプラティプテリギウス赤に属する、魚流の属。同じプラティプテリギウス赤に属するカイプリサウルス及び、ブラキプテリギウスと、最も近縁である。白秋前期オーテリビアン気候期から、白秋後期セノマニアン気候期にかけて幅広く、分布していた。ピーロンモニーの復元図南アメリカでは、アルゼンチン南部と、 チリ南部やベネズエラ及びコロンビアから北、アメリカではアメリカ合衆国とカナダのサスカチュワン州及びノースウェスト準州からヨーロッパではフランス、ドイツ、ヨーロッパロシア、スイス、イギリスから化石が発見されている。アメリカ合衆国内ではカンザス州、テキサス州、ワイオミング州から出土している。同じくオフタルモサウルス科に属するムイスカサウルスが エナメル質のない小さな葉を持つ一方で、プラティプテリギウスの葉は大きく厚いエナメル質に覆われていた。これはペルブショビサウルスと共通する特徴でもある。前上顎骨の鼻の上に突起が存在する点はシンビリスキャサウルスと共通する。パルベニアと同様に後ろ前頭骨が中央部で最も厚くなっている。コロンビアのビラで令和の古生物学博物館所蔵。 P サシカアームの頭骨、プラティプテリギウスは、ブラキプテリギウスとの共通祖先から枝分かれした後、カイプリサウルスとの共通祖先から分岐したと考えられている。下のクラドグラムは、フィッシャーらの2013年の論文に基づく。かつてペルブショビサウルスは、プラティプテリギウスのシノニムとして扱われていたが、後にも色紙プラティプテリギウスプラティダクティルスとの形質の差異が認められ、 ペルブショビサウルスは独立することとなった。2016年には後を追うようにペルブショビサウルスの第二の種がペルブショビサウルスへ再分類された。同じ白亜紀の魚流であるアカンプトネクテスも1958年にイギリスで発見された際はプラティプテリギウスの新種とみなされていた。その後1985年に同地域から2003年にドイツから 共通する形質を持つ化石が発見され、2012年にアカンプトネクテスとして独立することとなった。この他にもシンビリスキャサウルスがかつてはプラティプテリギウスの死のニムとされていた。プラティプテリギウスオーストラリスの化石の体内からは海鳥であるナナンティウスやウミガメの残骸が発見されている。プラティプテリギウス族に属する種には当時の生態系における 事実上の頂点捕食者もいたようであり、大型の獲物を捕食するのに特化している。ありがとうございます。